はいどうパラプンテ J リーグサッカーチャンネルのツーツンです。ということで今回は補強成功期待のスタートがまさかの残留争いということでございます。清水エスパルスですね、シーズンレビューの方やっていこうと思っております。よろしくお願いいたします。ということで、今年はロティーナ監督が就任して、そっからねオフも良い補強ができたんで、これはいいとこまで行くんじゃないかって思われていたんですけども、なかなか厳しいシーズンになってしまった清水エスパルスの振り返りをやっていこうと思っておりますね。はい、まずこちら目次ということで、バーッと見ていただけたらいいんですけども、こういう形でやっていきますよっていう話でございますね。はい、そして清水エスパルスの今シーズンの成績でございますけれども、10勝12分けの16敗、そして順位的には14位ということになりましたね。37得点54失点、やっぱりこの守備のとこが来シーズン課題かなというのは、あります。37得点もね決して多いわけじゃないので、それよりもただ、守備のところの整備は結構重要かなというのがやっぱり僕の印象でございますね。はい、そして次、開幕戦と最終節のスタメンを比べていきましょうという意味があるかないかよくわからん、あれでございますけれども、まず開幕戦ご覧のようなメンバーでございました。この試合はね鹿島アントラーズ戦でございましたけど、もう劇的な、試合展開でございました。いまだに頭に残ってますけども、後藤選手のゴール、いや本当素晴らしいゴールありました。そんな開幕戦がこういうメンバーで、ございましたが、こちら最終節はご覧のように、なりました。セレッソ大阪戦でございますけども、やっぱり今年も、てか昨シーズンもか、昨シーズンから鈴木唯人選手がずっとね、試合に絡んできていて、多くの経験、この2年連続でこのパリ世代の、フォワード鈴木選手いい経験詰めたシーズンになったんじゃないかと、思います。そして、ただ問題はやっぱり鈴木唯人選手ね、特大のポテンシャル持ってはいるんですけども、やっぱり得点とかアシストとかこう分かりやすい数字がもっと伸びてくればいいのかなっていうのは、やっぱりチアゴサンタナ以外ちょっとやっぱり攻撃陣でなかなか点が取れなかった。結局 2桁ゴールは、チアゴサンタナ選手だけだったんでね、これが、なかなか厳しい。2トップエスパルスももう一人こう2桁得点に近づくような選手がいればよかったんですけども、チアゴサンタナ選手が13ゴール、しかしその後は、ディフェンダー鈴木選手、原選手、バウド選手が、2点が、これが2位なんです。だから鈴木、原、バウドの2得点、ディフェンダーで取った2得点が、それ以下は、サンタナ以下は、っていう話になってきてまして、これがなかなか厳しい。あとは、サイドハーフ、ウィングの中山選手が2ゴールということでね、得点ランキングチーム内2位が2得点だとちょっとやっぱり上に行くのは厳しいんじゃないかなというのがやっぱりあるので、このセンターフォワードのところは、誰か補強が必要じゃないかと思いますね。はい、そして次こちらで今季の清水を見ていくと、誰もが驚いたロティーナということで、ロティーナ、清水ロティーナ来るんだって、これも割と早い段階でロティーナも決まって、そこからね、補強も進んで、これは今年の清水えぐいことになるんじゃないかって思ってはいたんですけども、なかなか、勝てず、この苦しみっていうのはやっぱりドキュメンタリーダゾーンのドキュメンタリー動画が今あるんですけども、あれを見ているとやっぱりチームが変わるというのはなかなかに厳しいんだな。ちょっとやっぱりロティーナ監督の本当数センチの、ズレも許さない、数メートルの、ズレも許さない、この厳しいサッカー、やっぱりこれを1年間で、覚えるっていうなかなか難しいと、思います。しかもこれ、お互い初めましてみたいな、本当新加入選手が多くて、お互い初めましてみたいな方も多かったと思うのでね、その中でやっぱり戦術を一から作っていく、これはなかなかに難しい。だから僕はロティーナの、2年目がちょっと見たかったなっていうのがありますが、しかしこれロティーナだったらもしかしたらね降格していた可能性も、あるというので、ここはサッカーのなかなか、難しいところではありますが、残留争いは最後まで、してしまったんですけども、最後、就任した平岡監督が、最後負けなしですかね、本当最後救ってくれたなというのがあります。本当平岡監督は、来季新監督正式に就任するんですかね、まだ多分暫定監督みたいな、立ち位置にいると思うのでね、最終戦清水は、セレッソ大阪にも2対1で勝って、この最終節前までは16位だった順位も最終的には柏レイソルを抜いて14位まで上がっているので、これは平岡新監督でもいいような気がしますけども、さクラブはどう考えるか、そこは非常に注目でございますね。はい、そして
じゃあその清水エスパルスをデータで見ていきましょうっちゅう話になってきますけれども、まあ良いデータ良いデータで言うとやっぱインターセプト実は2位で、このやっぱロティーナ監督が落とし込んだところですね。相手がねどんなにボールを持たせて攻めてもやっぱり最後はそこしっかり奪い切るとか、しっかり守備のブロック引いて、まあ適切なポジション取ってボール奪っていくみたいな、ここはできていたっていうまあ数字でございます。そしてあとはチャンス構築率ですね、実は6位ということで、まあ守備のとこだけじゃなくてこの攻撃のところですね、このチャンス構築率、まあどれだけ1試合の中でねチャンスを作ることができたかっていう数字でございますけれども、このチャンス構築率が6位ということで、では20チームあるので、まあそのうちの6位でございますので悪い数字では全く、ないと思いますが、まあ、さっきも言った通りやっぱり得点源がチアゴ・サンタナ選手がいなかったんで、もう一人そこに強力なフォワードがいれば、まあ、もうちょっと得点は増えたんじゃないかって思わせる、まあ、数字でございます。逆に言うとですね、はい、そして悪いデータで言うと、まあ、しかしシュート成功率が18、やっぱりシュート打っても決まらんちゅう話でございまして、ここはやっぱり改善の余地はありかなっていうのがあります。あとは攻撃回数ですね、まあ、どうしてもやっぱロティーナ監督の時のデータがね、まあ、引いてるじゃないですけども、まあ、守備的な、監督でございますので、まあ、攻撃回数が20、まあ20チーム中の最下位の数字になってきますね。そして、まあ、インターセプト2位ではあるんですけども、この非シュート成功率が16位ということで、まあ、打たれたシュートがやっぱり、ね、決まってしまう。これ権田選手の活躍というかね、権田選手で取った勝ち点も多いと思うんですけども、それでもやっぱり打たれてしまったシュート、それが決まってしまう。これもなんとかしないといけない、まあ、簡単にというか、ね、これ決めやすいとか相手が決めやすいとこまでボール運ばれてしまったりとか展開されていて、まあ、そこから打ったら入るよねみたいなところで簡単にプレーをさせてしまっているのが、やっぱりそこは守備の組織的な課題は残ったのかなという感じがします。はい、そして次こちら、じゃあ、まあ来季の課題ということで、まあ、ロティーナ監督が残したものっていうのはやっぱ無駄にはならないと思います。やっぱりこれ、ポジショナルプレーのところになっていきますけど、この進化というのは確実に、まあ、しないといけない。これね、またね、ポジショナルプレーやめますとか、一からまたチーム作り出しますとか、ね、そういうことにはならないと思いますが、ならないと思うんですけども、この、ロティーナ監督が残したもの、それでもやっぱうまくいかなかったんでね、うまくいかなかったものを引き継ぐのもなかなか難しい判断にはなると思うんですけども、しかし、まあ、ロティーナ監督が残したもの、少しでもこれは生かさないとやっぱロティーナ監督浮かばれると思うので、ある程度良いところは良いところで、それはそれで、まあ、来シーズン以降も続けてほしいと思いますね。そしてやっぱりあと、ね、監督は平岡さんが続投するかっちゅう、ね、話になってきます。やっぱりどこもそうですけどもね、ある程度やっぱ監督のこれ、決定がされないとなかなか補強も動けない、まあね、裏では決まってる可能性があります、まあ、発表されないだけで、ね、裏では決まっていて、あとは発表待ちみたいな感じで、まあ、平岡さん中心で補強が進んでる可能性もあるんですけど、本当にこれ本当にまだ平岡さんでいくかどうか決まっていないのであれば、ちょっと選手補強にも影響が出るんじゃないかね。どこどこの誰々くん、うちの清水エスパルスでプレーをしないかい、まあ監督は決まっていないけどもね、中チームには多分選手は、誰も来ないと思うので、ただねやっぱ交渉事なんでそこは、難しい、まあ、平岡さんになるか分かりませんけども、まあ一個補強で言うと、元新潟でプレーをしていた左サイドバックの、コルテス選手ですね。左サイドバックコルテス選手がね、これは清水エスパルスに加入するんじゃないかみたいな話もあります。今年ね清水エスパルスサイドバックは一人、左サイドバック今年は、まあ、マテウス選手獲得したんですけどもね、なかなかね、まあ、途中で帰国ということで、まあ、6月でしたかね、放出せざるを得ない、まあ、これちょっといろんな状況があるのでしょうがないんですけども、まあ、どうこの左サイドバックどうなるか、まあ、片山選手が本当大活躍した、シーズンだったと思うんでね、まあ、そういう意味では左サイドバックの補強が必要かどうかなかなか、難しいところでございますが、あとは、まあ、コロリ選手とかホナウド選手とか、ね、この辺がどうなるかは非常に注目でございますね。外国人選手、まあ、ホナウドもコロリ選手も、なんかこうね、やっぱシーズン途中でなかなか難しいのもあったと思うんですけど、こうキラリと光るものは、ね、見せてくれたんじゃないかと思うので、これは、ね、来季以降どうなるか非常に注目でございます。 あとはレンタル組でいうと、まあ、岡山で活躍した石毛選手とか、相模原にいた鳴岡選手とか、この辺がどうなるか、まあ、鳴岡は本当ね期待通りのというか、ちょっと僕も思っていた以上に活躍したんでね、まあ、鳴岡選手もね、昨年スタメンはそんなになかった、スタメンはなかった、そんなになかったと思うんですけども、途中出場から昨年清水でプレーして、あ、これいいんじゃないかって思わせてくれるような、プレーを見せてくれたんで、なんか匂うぞ、この選手、これ活躍の匂いがするぞって思っていたのが鳴岡選手で、まあ、今年相模原に行って、やっぱレンタルかと思ったんですけども、これがまあ思った以上に相模原で見せてくれたんでね、これは来シーズン以降ね、非常に注目でございます。ちょっとね、J1 で見たいなっていうのもありますし、あと
と高橋大吾ですね、ずっと北九州の方に行っている高橋大吾もどうなのか、この辺の補強とか復帰とか含めてですけどもね、まあそういう意味ではある程度メンバーは揃っていると、まあこの、将来性とか含めて、まあ、ポテンシャルとかも含めて、ちょっと清水は面白い選手多いのでね、これをどう生かすか、この、素材をどう生かすか非常に注目になってきますね。そしてまあそういう意味ではやっぱり来シーズン期待したいのはこの選手になります。まあ鈴木唯人ということで、まあさっきレンタル移籍組石毛とか鳴岡とか名前出したんですけど、やっぱりこの鈴木唯人も本当ね、和製デブライネと、週休メガネさんですかね言われていましたけども、まあ本当その通りでございます。自分でボール持って運ぶこともできますし、まあチャンスメイクも上手い選手でございます。本当この若さでどんだけね J1 でのプレー経験増やしていくんだっていう感じではありますけども、本当多分パリオリンピック世代の攻撃的な選手でいうと、多分鈴木唯人がトップクラスに出場時間を得ているはずでございます。まあ時には右サイドハーフ、まあほとんど2トップの一角みたいな使われ方でございましたけれども、この選手さ、どういう選手にね将来成長するか非常に注目でございます。だから本当、まあ書いてはいるんですけども、このポジションで本当ロマンを、隠しきれませんね。見ていて本当楽しみな選手でございます。ゴールに向かってあのドリブルしていく姿で、そこでしっかりシュートで終わるあの姿、本当僕は将来このねロマンあふれるこの若手非常に注目しておりますね。そしてまああとは本当分かりやすく数字が、まあ途中でも言ったんですけどもね、得点とかアシストとか本当分かりやすい数字がもっと伸びてくればね、本当鈴木選手も自信になると思いますし、もっと周りから信頼される選手になると思うので、今後は、ね、この、まあ、来シーズンはこの得点とかアシストをもっと分かりやすい数字を伸ばして、そこで周りをもっと納得させる、そんな活躍を見せてほしいと思いますけどもね。はい、ということで今回以上になりますね。以上パルプンテジェルサッカーチャンネルの筒井の方、チャンネル登録よろしくお願いします。